ニュースは見ているか。そうか、正直なところ今の風潮は辛いな。せっかく人類が一致団結できたかと思えばこんな状況になってしまうなんて。今人々は魔法使いに対し敵意を抱き始めている。テロリストのせいにするのは簡単だが、それでみんなが納得するとは思えない。私たちは魔物よりも厄介な問題に直面しているのかもしれないな。大丈夫だ転校生、きっとどうにかなる。人類は300年も戦い続けた。それに比べればこのくらいまだまだ楽なもののはずだ。そう信じよう。今私たちがすることは魔物とテロリストから一般人を守ること。それさえ間違えなければまずは良しとするわ。予想以上にひどいな。十分気をつけてな。さあこれから町に入る。気合を入れよう。私はカンナギ神社の見込み習いレイだ。すべきことを間違えたりはしない。お前もそうだろ。まずいな、こんな問題が起きるとは。ああ大丈夫だ、かすっただけだ。どちらかというとショックが大きいな。まさか警官から撃たれるとは。私たちが思うよりグリモアとテロリストは区別がつかないようだな。これはどうしようもない。識別できるように学園が手配してくれている。それを待ってまた戦闘を始めよう。しばらく待機というか隠れなければな。ああいや、難しいものだと思ってな。人々に分かってもらうのは難しい。テロリストと私たちの違いを説得力のある言葉にするのも難しい。きっと行動で示すしかないんだろうが、それもやはり難しい。難しいことだらけだ。だがどうにかしないと未来はない。転校生、私にとって初めて出会う難問だ。お前の協力が欲しい。この戦いが終わったら一緒に考える時間を取ってくれないか。あ、ありがとう。私はもう授業を受けなくていいから自由が利く。お前の予定に合わせてくれていい。合わせよう。ダメな時は絶対にダメなのも軍隊なんだ。努力する。よし、識別信号が送信され始めたな。ここからが本番だ。目に物を見せてやろう。